サイキッカーは物になるのか？奴らの能力を再構成できればいいんだが。奴らを直接徴兵した方が早いんじゃないか？兵器というのは大量生産できて初めて配備運用ができる。そのためのデータを集めてるんだ。核の次は人間を兵器にするわけだ。奴らは人間じゃねえ、化け物さ。バーン。愚かな。クリスさん、早く逃げてください。ここも危険です。もう少しでデータが回収できるわ。この部屋は私が守るから大丈夫だから、もう少し、もう少し。はい。このデータさえあれば人の手でサイキッカーを作れるようになる。これで私たちは静かに暮らせる。Ah!
止まれ、止まらんと撃つぞ。待ってください、相手は子供ですよ。上から射殺命令が出ている。しかし止まれ。やめてください、もうこれ以上は。やらなきゃ俺たちがやられちまう。死んじゃえ。お母さん、僕はお母さんの子供だよね。悪魔の子なんかじゃないよね。ごめんなさい、エミリオ。母さんたちを許して。この手前の男を探してるんだ。見たことないかな。そうか、この店サイキッカーの隠れ家だって聞いたんだけど。政府の回しもんかい。ならお門違いだ。そんな連中ここにはいねえよ。俺まで手が後ろへ回っちまう。あんたもサイキッカーなら話は別だ。何なのこの感じ。誰？何やらよからぬことが起きそうな。誰？僕を呼ぶのは誰？おい、どうしたんだよ。おい、指導者の声が聞こえた。私たちを自由に導く指導者の声が。その崇高なる力を持つ同志たちよ、心をつなぐ術を持たぬ愚民どもの争いは今終焉を告げた。これからは我ら選ばれし民の世界が始まる。今全世界はすでに我らノアの支配下にある。ノア！それが我らの新しい国の名だ。今ここに世界国家ノアの樹立を宣言する。
おはよう、ビリー。帰ったら遊んでやるからな。大丈夫か？あ、おいおい、もう無理すんなよ。怪我してんじゃねえのか？ほら、危ねえじゃねえか。飛び出してくるなんてよ。俺バン・グリフィス。立てるか？うん。さあ。ありがとう。僕、キース・エヴァンス。まあ怖い。この辺りも物騒になったわね。取られたのはお金だけ？ええ、情けねえよな。強盗なんかよ。反対にぶちのめしてやりゃいいのによ。なんてるの、命まで取られなかっただけでも幸運なのよ。しかし災難だったな、キース君。相手の顔は見たのかい？あら、困ったわね。警察に行って被害届を出さなきゃね。いえ、それは。旅費のことなら何とかしよう。休みは長いんだろ。ゆっくりしていくといい。すみません。おはよう、キース。まだ寝てんのか？キース。ありがとう、バーン。休養ができたので、帰ります。本当はもう少し一緒にいたかったんだけど、バン、君のことは一生忘れません。優しくしてくれたお父さんとお母さんによろしく。残念だけど時間がないのでもう行きます。さようなら、キース・エヴァンス。
はい、何か。ちょっと何ですか。あなたたちは失礼じゃないですか。警察を呼びますよ。キースはどこにいる。キース・エヴァンスはどこだ。母さん、てめえら何してんだ。ビリー、おっだ。さあ離せ。行け。どういうつもりだ。てめえビリー、そろそろ喋る気になったか小僧。キース・エヴァンスはどこだ。知りたいか。キース！キース、お前、くそっ！キース。やめろ、キース！やめろ！キース、待てよキース。キース、ごめんよ。バン、バカ野郎。待てよキース。僕に構わないで。キース、僕は君と一緒にいられないんだ。僕は普通の人間じゃない。バン、君も見たろ、僕の力を。サイキッカーって言うんだって。サイキッカー？ごめん、黙っていて。決して騙してたわけじゃないんだ、キース。ただ君に嫌われたくなかったから。バーカ、そんなことどうでもいいさ。それに礼を言わなきゃなんねえのは俺の方だし。でもそれは。気にすんなって。礼も言わせずに消えようなんて水くせえぜ。でも僕がいるとみんなに。くだらねえこと言ってねえで帰るぞ。キースはキースだ。バン。キース！とりあえずここは離れた方がいいだろう。バン、キース君を連れてシカゴのおじさんのところへ行くんだ。父さんたちは？私は母さんととりあえず警察へ行く。ここよりは安全だろう。すいません、僕が来たためにこんな。行くぜ。やろう！
きれない。バン！やばいぜ。キースエヴァンス、我々に投降しろ。そうすれば危害は加えない。友人のバーン・グリフィス君にも手出しはしない。約束しよう。バン、もういいんだ。いろいろとありがとう。いいから乗ってろ。あいつらの言うことが信用できるか。でもうるせえ。バリアでも張っといてくれ。バン、行くぜ。なんて俺は無力なんだ。友達の一人も救えないなんて。キース待ってろよ。俺がお前を助け出してみせる。必ず。諸君、ここに我らサイキッカーの偉大なる指導者を紹介する。その名はキース・エヴァンス。その名を恐れ称えよ。キース、お前一体何があったんだ。キース、我らサイキッカーの理想郷のために。光が誰かのために生まれ
その崇高なる力を持つ同志たちよ、心をつなぐ術を持たぬ愚民どもの争いは今終焉を告げた。これからは我ら選ばれし民の世界が始まる。今全世界はすでに我らノアの支配下にある。ノア、それが我らの新しい国の名だ。今ここに世界国家ノアの樹立を宣言する。諸君、ここに我らサイキッカーの偉大なる指導者を紹介する。キース・エヴァンス、その名を恐れ讃えよ。時の狭間をさまよう孤独な魂よ、君が望むなら光を与えよう。そして君の心を紡ごう。君の思いを導く。僕を呼ぶのは誰？苦痛から解き放ち、安らぎを与え、安息の地に導こう。そして君のいてついた魂を我が祈りで慰めよう。もう泣くことはない。逃げることも隠れることもない。ただひたすら愛するものを求めない。私に全てを委ねるといい。そして共に歩むがいい。愛するものと安住の地を求めるために。私はノアの総帥。私の名はキース・エヴァンス。一体何があったんだ、キース。君を何度も呼ぶ
ともに異常なし。ゲイツ君、本当にいいんだね。はい。でもんだ。これじゃ猫の子一匹。おい、生きてるか？おい、お前。しっかりしろ。今助けてやるから。この研究所は完全に制圧しました。同志たちの身柄も無事確保。ご苦労。満足したか、ブラド。生温かい血の匂い、裂けた肉の弾ける感触、たまんねえよな、キンさんよ。ブラド、よく耐えてくれたね。僕はお役に立てたんですよね。うん、さあ帰っておいで。総帥、ノアによる世界人類の支配は着々と進行しております。助かるよ、ウォン。あなたの政治力がなければ今のノアはなかった。それは私にとっても同じこと。あなたのその力があってこそ世界を震撼させることができたのです。キースさん、あのお姉ちゃんは？そう、また誰かが呼んでいるようだ。お疲れでしょう。代わりのものを差し向けます。構わん。悲しみに暮れる魂を救うのは私の務めだ。信じていればきっと会えるよ。うん。行こう、エミリオ。こんなに早く我が夢実現するとは。あなたの夢ではありません。虐げられし者同士の思いです。何を考えているのです、ウォン。何も見えない、何も感じない。なぜ心を閉ざしているのです？機械人形に心を開かねばならぬ言われはない。私はキース様にあだなす者は
たとえ誰であろうと容赦しません。お忘れなく。我に語りし邪気は何者？惰性に満ちる邪気は誰ぞ？夢から目覚めし夜叉が走り、闇から生まれし修羅が笑う。愚かなる人の世、憎しみは力となり、その力ゆえ憎しみを呼ぶ。悲しきは人の業、呪う思いが力となり、その力ゆえ己を呪う因果応報。これ炎を持って焼き払わん。なんだあれは。ありがとう。ターゲット確認、消去する。任務完了。なぜだ、なぜこんなことに。キス、これはお前が望んだことなのか。キス、答えてくれ。キターゲット確認。消去。ありがとう、ソニア。くそ、キース。バーン。キース。
なんでこんな北の果てに。ああ、もともとは核ミサイルの発射基地だったんだ。一度は核軍縮で閉鎖されていたらしいけど、その後すぐサイキッカーの収容施設として使われていた。僕もここに捕らえられていたんだ。キース、だけど今は違う。ここはもう僕たちを苦しめる場所じゃない。虐げられたサイキッカーを救うノアの本部さ。アラスカ山脈の地下数百メートル、核攻撃にだって耐えられる難攻不落の要塞。キース、お前は何をするつもりなんだ。僕は救いを求める魂を救うだけ。救う？あれがそうなのか。ん？あの惨劇がお前の望んだことなのか。バーン、サイキッカーを先導して戦争を追っ始めるのがお前の言う救いなのか。先に手を出したのは人間の方だ。人間は僕たちのように直接心を伝えることができない。だから争いを起こす。争いが起こるから武力を必要とし、サイキックが道具にされたりする。すべては心を直接つなぐ力を持っていないのが元凶なんだ。直接心をつなぐ。手を出して、バン。え？バン、心を開いて。これが君の心なのか。信じられない。こんなに熱くて大きな力は初めてだ。バン、この力、僕が目覚めさせてあげよう。なんだ今のは。それは君の心、君の持つ力、君のサイキッカーとしての素質だよ。なんだって？やっぱり君は初めから僕の仲間だったんだよ。僕たちが出会えたのは君もサイキッカーだったからなんだ。僕たちの出会いはきっと運命づけられたものなんだ。きっとそうに違いない。キース、それだけの力の素質を持った者は滅多にいないよ。君ならサイキッカーたちの未来を導いていける。俺に戦わせるのか。え？俺にもあんな風に人殺しをさせるのか。バーン、どうしちまったってんだ、キース。ん？
どうした坊主、こんなところで。いい声してるじゃねえか、もう少し聞かせてくれよ。俺、バーングリフィス。触らないで。エミリオに構わないで。この子もサイキッカーなのか。当たり前でしょ。まったく、何を考えてやんだキースのやつ。優しくしてくれるのよ。サイキッカーにとって本当に平和な日が来るまでここにいてもいいって。どうせ私も行くとこないし、ここにいればいつかお姉ちゃん見つかるかもしれないし。だがここにいれば戦争に巻き込まれることになる。人間対サイキッカーの。いいわよ、私やお姉ちゃんをいじめた人間なんてみんな死んじゃえば。じゃあ君は人間と戦えるのか、友達や親父やお袋と殺し合えるのか。でもこの子の手をこれ以上血に染めさせてはいけない。勝手な行動はキース様への反逆とみなします。バーン、あなたはキース様のためになりません。この場で排除します。やめてよ、仲間でしょ。何を今さら。あなたがいるからキース様は。なんだ、これが俺の力。何ボケっとしてんのよ。ウェンディ、所詮は試作機ですか。バーン、どうして。総帥、いかがいたしましょう。私が出る。彼はあなたを裏切りここを去った。結局虐げられし者の思いは同じ苦痛を知らぬ者には理解できぬといったところでしょうか。潮時ですね。ここでお別れだ。じゃあな。え？やっぱ奴は友達だからな。ありがとう。
元気でな。待ってろよ、キース。来ると思っていたよ、バーン。待たせたな。これが最後だ。我が同志になれ。そしてサイキッカーの未来をかけて人類と戦え。サイキッカーだろうがなかろうが、そんなことは関係ない。思い出せ、キース。昔のお前に戻ってくれ。関係ないなら、なぜ僕は苦しい目に遭ったんだ。なぜ僕はあんなひどい仕打ちを受けなければいけなかったんだ。キース、ダメなんだよ。僕は許せないんだ。僕を苦しめた人間を、僕を君から引き離した奴を、どうしても許すことができないんだ。いいんだよ。僕が受けた地獄の苦しみが人間を殺せと言っているんだ。どうしようもないんだよ。僕は全人類を抹殺し、サイキッカーだけの世界を作る。やめさせたければ僕を殺せ。キース、そのひん曲がった根性、俺が叩き直してやる。キャー、うわっ、させない。邪魔をするな。うわ、何。貴様、彼はもう十分役に立ってくれました。もはやノアに逆らう者はいないでしょう。どういう意味なんだ、ウォン。せっかく支配した民衆、愚民とはいえ、これ以上殺すのは損害なんですよ。それであなたの怒りは収まるの？キース様の思いは、人類への復讐は忘れたと。復讐？私は世界をこの手に収めたいだけ。屍の山に君臨しても何の得があるわけでもありませんからね。うわん！子供のダダに付き合うほど暇ではないのでね。邪魔者たちと共に灰になってもらいましょう。本当は僕の方が君を求めていたんだ。僕はずっと待ってたんだ。必ずバーンが助けに来るって信じて。俺だってずっと探してたんだ。必ずお前を助け出すんだって。来てくれたんだね。来てくれたんだよね、バーン。
行くぜ、キース。うわあ